シュート降下を行い、遭難者のもとへと向かいます。パラシュート降下する隊員は新隊280機小型2艘、新隊296機平田3艘です。会場正面の遭難者に向かって降下していきます。上空で救難員が使用しております落下傘は比較的形状で高速性、上性および滑空性能に秀でており、普通状態では滑走路とほぼ同じ距離 1700m を飛行することができます。降下中、救難員は遭難者周辺の安全を確認するとともに、他の救難員と人間に互いにぶつかったりしないように安全な効果を続けます。彼ら救難員は専門の救助技術を身につけるため、航空自衛官4万7千人の隊員の中から選抜された 100人の精鋭です。彼らは大荒れの海上や空域の山岳救助といった厳しい環境においても救助任務を遂行できる能力を一気に向上させるために日夜訓練を行っています。病院が良いと救難員自体は遭難者の家族のもとへと向かい、応急救護を行い、救出の準備にかかります。もし遭難現場が売上に適さない場所であった場合は、遊泳60 J の侵入に適した場所まで遭難者を搬送します。